こんにちは。こんにちは。リビング書店のヨッピーです。ニムさんです。今日はホットケーキ作りが大好きになるシロクマちゃんのホットケーキを紹介します。はい、こちらのね、表紙を見ただけでこれがね、はい、ホットケーキ作りをするんだなっていうのがね、なんとなく伝わるかなと思うんですけど、その通りホットケーキを作る絵本になっています。これを見ているとね、絶対にホットケーキ作ろうよお母さん、お父さんとね、言われる内容になっているかなと思います。ということで紹介していきます。はい、ではこちらの絵本のね、中を紹介していきたいと思います。こちらはですね、表紙を見ていただくと白クマちゃんが描かれてますね。はい、はい、あのこの絵本の中の白クマちゃんと、お母さんとクマちゃんが出てくるんですけど、表情が全く変わらないっていうところがね、このシリーズのポイントかなと思うんですけど、それには深い深いわけが実はあるんじゃないかと私は思っております。はい、まずそこが一つですね。そして、最初ね、この本を開いた時にタイトルが出ますよね。はい、白クマちゃんのホットケーキっていうタイトルがある前に、私ね、ホットケーキ作るのよっていう一言から始まるんですね。はい、もうそれを聞いただけで、ホットケーキ作るの、っていう気持ちになるなりますね。私すごいなっちゃって、はいはい、で娘も、って感じになっちゃってそれで読み始めたんですね。はい、我が家には3歳ぐらいからね、この本があるんですけど、最近また読み返して、お母さんホットケーキ作ろうよっていうね、会話が、あの毎週のように土日に絡み合っていう、はい、なのでもうそんなね、なんかウキウキする気持ちがね、あの読者にも伝わるんじゃないかなと思います。はい、そしてお話のスタートから、ホットケーキ作りがスタートするんですけど、まず材料を集めてくるところから、材料というかな、使う器具とか、あと卵とか、ふくらし粉とかね、そういう材料とか、全部自分でまず集めるところからスタートするんですね。で、自分でボウルに入れて混ぜてっていうところもね、全部細かく描かれているので、だんだんなんか自分も作ってるみたいな気持ちになってくるかなと思います。ね、なんかあの卵を割っちゃったりとか、そういうエピソード、あるあるエピソード、あるあるですね。はいはいはい、あーみたいな、親目線でも子供でもね、あるなっていうね、思い出すことがありますよね。はい、でね、あの混ぜる時もね、あの誰か押さえててとかね、言うんですね。なのでこういう時はこうやって押さえてあげたらいいんだなとかね、あの自分で混ぜる時は気をつけようとかね、なんとなくね、伝わってくるかなと思います。はい、そのね、絵をぜひここに出してみよう。どーん、はい、混ぜてる時にね、散らばってるような、そうそう、なんていうかな、これまた ね何かがテーブルにこう散らばってるんですけど、はいはいはい、これもね、そうですね、はい、クッキングあるあるですね、こうなるなーって感じですね。はい、そしてこの絵本の最大の面白ポイントといえば、訳シーンだと思うんですよね。はい、見開きに1、2、3、4、5、6、12のフライパンがこう並んで置いてあるんですけど、そこが焼いていく工程を一つずつね、生地を垂らし入れて、そこからふつふつとね、こう焼けていって、ひっくり返して、でね、だん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 焼けてって、いい匂いがしてって、はい、出来上がりっていうのを12の工程に分けてね、見開き1ページに書いてあるんですけど、ここはすごく面白ポイントだし、本当に自分で焼いてる感覚になるページかなと思うんで、出してみましょう。ドバーンここですね。はい、ここではね、読み聞かせの時に、あの一つずつのそのフライパンごとにボタンとかプツプツとか書いてあるので、指差しをしながら、ここがプツプツって書いてあるよっていう感じでね、こう読んであげると、言葉と絵がマッチして子供にも分かりやすいかなって思うので、ぜひ、ね、指差しをして読んでみるといいかなと思います。はい、そして出来上がったホットケーキを一緒に作ったお母さんと食べると思いきや、実は違うんですね。こぐまちゃんあんでね、まだが呼ぶんですね。はいはい、でこぐまちゃんに来てもらって一緒に食べるんですけど、私最初なんか、なんでお母さんと一緒食べないのかなと思ったのは、母親だからかな、分かんないけど、でも多分こぐまちゃんと大の仲良しだから、この一緒に作ったんだよ、
お母さんと作って楽しかったとか、こんなに上手にできたっていうところを伝えたかったし、うんうん、一緒に美味しいものを食べてその気持ちを共感したかったっていうのがね、うん、なんかあるのかなって私思って、うんうん、で一緒にねこう仲良く食べて、その後に一緒にこう食器を洗うんですね、うんうん、でそこでなんかまた一緒に作ろうね、今度は二人で作ろうかとか、なんかそういう会話がなんか聞こえてくるような感じがして、はい、あ、だからお母さんとじゃなくて2人で食べたのかなと思って、うんそうですね、はい、大好きなお友達とね、そう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 、うん、そういう気持ちがすごく伝わってくるなと思いましたね、うん、はい、今までのところで結構楽しいポイントがたくさん出てきたかと思うんですけど、うん、さ一番最初に言ったんですけどね、表情が変わらないんですね、そうですね、へ一文字っていうんですか、口、うんうん、への字みたいな感じで描かれて、表紙を見てください、うんうん、そうですね、はい、こんな感じのね、あの絵がずっと最後まで続くんですけど、うん、表情がだんだん見えてくるんですよね、うん、私には確かにそうですね、なんかね、笑ってるような、そう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 、なんか絶対楽しんでるなとか、うんうん、そうですね、うん、不思議ですね、そうそう不思議なんですよね、うん、卵を割って、あ、みたいなとこがあったのかな、なんか見えてくる、なんか、うんうん、だからこの顔なんにしたんだろうなって私思って、ね、まあ、みんなの想像を引き立てるように、うん、この表情が変わらないというスタイルをこの本はねきっと撮ってるんじゃないかなって私は思って、うんうんうん、まあ、その通りで私もいろんな表情が見えてきたし、人によってはねもしかしたらびっくりしてたまげたみたいな感じに思ってる人もいれば、ガーンってなんか沈んだようなあの気持ちなんだろうなって想像する人もいるだろうし、まあ人それぞれそのタイミングで楽しめるんじゃないかなと思いましたね。はい、こちらのね絵本どうですか、うん、読んでみて。あ、そうですね、うん、私、まあ、ちょうどあの娘が1歳、まあ、7ヶ月なんですけど、はい、1歳半くらいの時からこれ大好きで、うんうんうん、あの今毎日ほぼ毎日読んでますか。あら、まあ、そうなんです、うんうんうん、大好きな本で、うん、あのさっき言ってたあのフライパンの、ねうん、絵のところとかもやっぱり指さしたら、うん、したら、うん、1個ずつこうやって順番に顔を動かしてこうやって、うん、見てるなって、今膝にね、うん、座ってるから顔が見えないけど、うんうんうん、順番に見てるなって、うんうん、あとあの卵割るシーンもあっていうところで一緒にあって可愛いよね、はいはい、言ってますで、あのお友達の、こぐまちゃんでしたっけ、くまちゃんでしたっけ、うんうんうん、あの呼んで、うんうん、あの一緒に食べるシーンも、うん、その子来たなっていうところでこう指さして、うん、来たよすっごい楽しんでますね。そうなんですね、嬉しいですね。そうなんです、うん、反応がね見えて、うんうんうん、なので小さい頃からね楽しめるなと思いました。本当ですね、うん、結構あの小さい子にも分かりやすい絵ですよね。そうですね、黒縁、縁はすごく太いし、うんうんうん、絵もあの色か、そう、色もはっきりしてますよね、うん、してますね、はい、うん、これこぐまちゃんシリーズ用のインクらしいです。あ、そうなんですか。ホームページに書いてありました。表紙見てください、どんどん。確かにこの色見たらね、白くまちゃんって感じですね、うん、あ、そう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 、もう見た瞬間、うん、あのシリーズだっていうのが、ね、うん、分かるかなと思います、うんうん、からくりがあるらしいです、なるほど、はい、ね、うん、そうなんですね。で親子でね結構いろんな読み方をしたりとか、うんうん、その後にねあの一緒にクッキングっていうか、うんうん、あのホットケーキ作りにねつながっていったりとかできるかなと思うので、うん、ぜひ皆さんもね、はい、楽しんでいただきたいですね、うん、はい、私も娘とやってる映像出るかな、どんはい、あの私もね娘に毎週のようにやろうやろうと言われているのでやってるんですけど、はい、あのね、料理が下手な私でもこのなんとかやっておりますはい、ということで今日は白くまちゃんのホットケーキをご紹介しました。はい、またね次の動画でお会いしましょう。さよなら。